で失礼いたします。3分だけご指導をいただければと思います。私、市議会議員候補25歳の厚見よしきでございます。自動車メーカーのスズキ株式会社に勤めておりましたが、この度の新型コロナの騒動を目の当たりにし、聞く側のことは国や他人任せではなく、これからは自分たちで考え守っていかなければならないと確信し、会社のご理解を賜りまして、退職し、ふるさと菊川に帰ってまいりました。少子高齢化によって予算、人手が減っていく中、それでも課題は複雑化、多様化しております。その中で、現状維持の政治ではなく、変えるべきところは一つ一つでも変えていく、改善の政治が何としても必要です。私、25歳厚見よしきは、若い力と行動力、そして現場第一で一つ一つでも変えていく、改善の政治を目指します。どうか皆様の手で25歳厚見よしきを市議会に送り出し、共に新しい菊川の一歩を踏み出しましょう。厚見よしき、組織がありません、地盤もありません。どうかどうか厚見よしきに一票を、ご家族ご友人にお声かけをよろしくお願いいたします。大きな声で失礼いたしました。ありがとうございました。